こんにちは、精神障害者 YouTuber の竹内です。今日は私が付き合った愛人たちについてお話ししたいと思います。私は1995年に31歳で妻と結婚したのですが、妻は浅田美代子に似ているのですが、実は妻と結婚する前も何人かと付き合ったんですけど、結婚してからの方が遊んだんですよね。愛人とか作って37の時に実は高知出身の子と広島出身の子ですね、20代の若い子ですけど、まあ高知出身の子は香原朋美に顔が似とったんですけどね、その子は極真空手初段で、広島の子は少林寺初段ということになったんですけど、まあその2人と付き合って、まあ、ホテルにいたり食事にいたりいろいろしましたね。そして41の時に若い時の前田美波に似とる子と付き合って、その子ともホテルにいたり、まあ、食事にいたり、まあ、映画見たりいろいろドライブしたりしましたね。そして43の時に香川県ですね、香川県の子と付き合って、その子ともまあホテル行ったりいろいろしましたね。食事行ったり買い物行ったりね。そして一番遊んだのは実は50前後で、48から50人の時であります。まず48の時にそごうの派遣社員の女の子をナンパして、まあ、その子はキャリーパンプレムにいたんですけど、そのことも焼肉食べに行ったり焼き鳥一緒に食べていたりいろいろしましたね。それからそうですね、25の高松から来て徳島に、高松の子ですね、徳島に来てもらってよくホテル行ったりね、いろいろフレンチですね、焼肉とか食べに行ったりしましたね。まあその子は香原とも、黒木舞にいたんですけどね。あと同時期に28の宇多田ヒカルにとる淡路島から徳島へ働きに来よった子ですけどね、まあその子とも使いました。その子は宇多田ヒカルにとって、まあお寿司食べに行ったり、まあホテル行ったり映画見に行ったりいろいろしましたね。そしてまあ他にも、まあ香川県の若い時のジュリー・ヨングにとる30代の綺麗女の人とか、東京出身の若い時の埼玉出身の若い時の名取優子に似とるアラフォーの女性とか、まあ、その人とも大阪いて、大阪でホテル行って食事行ってっていう感じですね。徳島でもホテル行って食事行きましたね。そして堀北真希に似とる東京の子ですよね。そのことも大阪で何回も会って、まあ、付き合ったりしましたね。まあ、以上が私の愛人たちの話です。今日はどうもありがとうございました。精神障害者 YouTuber の竹内です。どうもありがとうございました。